さん、こんにちは。今回は女優の水川あさみさんについて詳しく調査していきたいと思います。水川あさみさんといえば、2019年に俳優の久保田正孝さんと結婚し、芸能界きってのおしどり夫婦として知られていますよね。ところが最近、水川あさみさんに関する様々な噂が浮上し、ファンの間で話題となっているようです。特に気になるのは、子供がいないことについてや、極秘出産の可能性、そして高城剛さんからの洗脳疑惑など、様々な憶測が飛び交っているようですね。また女優業に加え、監督業にも進出し、多方面で活躍している水川あさみさんの気になる性癖や年収についても注目が集まっているようです。そこで今回は、水川あさみさんについて徹底的に調査していきたいと思います。果たして子供がいない理由は何なのか、極秘出産の可能性はあるのか、高城剛さんからの洗脳疑惑は本当なのか、そして気になる年収は一体いくらなのか、これらの疑問について一つ一つ解明していきます。まずはじめに、水川あさみさんと久保田正孝さんの馴れ初めについて振り返ってみましょう。二人が出会ったのは、2017年に放送されたドラマ僕たちがやりましたっての共演がきっかけです。当時、久保田正孝さんはドラマの撮影中に水川あさみさんの誕生日を祝福するなど、とてもいい雰囲気だったそうです。その後、交際がスタートし、わずか2年後の2019年にゴールインされました。スピード婚ではありましたが、二人の仲の良さは周囲の人々にも認められていたようですね。結婚生活も順調そうに見えた二人ですが、なぜか子供ができる気配はありません。結婚から4年以上が経過した現在も、子供の話題は一切出ていないのです。これについては様々な憶測が飛び交っていますが、有力な説の一つが、仕事が忙しすぎて子供を作る暇がないというものです。確かに水川あさみさんも久保田正孝さんも大人気の俳優で、仕事が非常に忙しいイメージがあります。特に水川あさみさんは女優業だけでなく、監督業にも進出するなど多方面で活躍されていますからね。子供を授かるためにはある程度仕事をセーブしなければいけませんが、なかなかそれができない状況なのかもしれません。また久保田正孝さんが趣味に夢中になりすぎていることも、子作りができない理由の一つと言われています。久保田正孝さんはかねてからハマりやすい性格として知られていますが、最近はボクシングにのめり込んでいるそうです。仕事の合間を縫ってボクシングに明け暮れる毎日を送っているとか、それどころかプライベートでも妻夫木聡さんと一緒にボクシングを楽しんでいるそうで、妻の水川あさみさんとの時間がなかなか取れていないようなんです。子作りのためには夫婦の時間をしっかりと確保することが大切ですが、久保田正孝さんはそれができていないのかもしれません。そんな中、水川あさみさんが極秘出産しているのではないかという噂も浮上しています。実は水川あさみさんは2021年頃からゆったりとした服装が増え、一時期は妊娠しているのではないかと疑われていたことがあるのです。しかし、その後の報道でも妊娠や出産の話題は一切出ておらず、子供がいないことに変わりはないようです。ただ、芸能人の場合、プライバシーを守るために極秘出産をすることも珍しくありません。もしかしたら水川あさみさんも世間に知られないようこっそりと出産していた可能性もゼロではないのです。真相は分かりませんが、水川あさみさんに子供ができたとしたら、それはファンにとってとても嬉しいニュースになるはずですね。次に、水川あさみさんが高城剛さんに洗脳されているのではないかという噂について見ていきましょう。高城剛さんといえばハイパーメディアクリエイターとして有名な方ですよね。沢尻エリカさんの元旦那としても知られています。実は水川あさみさんは20代の頃から高城剛さんと親交があり、彼から大きな影響を受けているのだとか。水川あさみさんが最近大麻の素晴らしさを語ったり、新型コロナウイルスに効果的な薬を紹介したりしていますが、
これも高城剛さんの影響ではないかと言われているようです。高城剛さんは以前から陰謀論などのとんでも話を語ることで知られていますからね。そんな彼と親しくしている水川あさみさんもおかしな発言が増えてしまったのかもしれません。ただ水川あさみさん本人は高城剛さんに洗脳されているという報道を全面的に否定しています。また高城剛さんとの関係が原因で戸田恵梨香さんと絶縁したという噂もきっぱりと否定されているようです。真相は分かりませんが、水川あさみさんが以前とは違う言動を取るようになったのは事実のようで、ファンの間からは心配する声も多く上がっているとのこと。今後の水川あさみさんの言動には注意して見ていく必要がありそうですね。そして水川あさみさんの性癖についてです。性癖についてですが、番組などを見ていると旦那の久保田正孝さんはたどたどしていてド M そうな気質がうかがえるので、おそらく水川さんはド S かと思われます。年齢も5歳差もあるので、経験の利を生かし水川あさみさんがリードしながらセックスしているのではないでしょうか。きっと気上位をしながら年下の久保田正孝さんがもだえているのを楽しんでセックスしていると思われます。ぷっくりとした唇を持っているので名器だということが容易に想像がつきます。水川あさみさん主演のワウワウの連続ドラマダブルファンタジーの濃密な感動シーンを見た方ならわかると思いますが、細いながらにもっちりとした肌感は誰しもが一回は交わってみたいと思ったはずです。年齢を増して色気も出ており、久保田正孝さんが羨ましいですね。最後に水川あさみさんの気になる年収について見ていきたいと思います。水川あさみさんは現在女優業に加えて監督業など様々な分野で活躍されています。テレビドラマはもちろん映画や CM などそのお仕事の幅は非常に広いですよね。そんな水川あさみさんの気になる年収は一体いくらなのでしょうか。調査の結果、水川あさみさんの推定年収はなんと1億1154万円にもなるそうです。これは驚きの金額ですよね。内訳としてはドラマ収入が900万円、 NHK ドラマの収入が1080万円、バラエティ番組の出演料が288万円、映画の出演料が960万円、 CM 出演料が6000万円、そしてインスタグラムの広告収入が1926万円となっています。特に目を引くのは CM 出演料の高さ。なんと1本あたり3000万円ものギャラを得ているそうなんです。水川あさみさんはその美しさと演技力の高さからこれだけの高額ギャラを得ることができるのでしょう。一方、最近はインスタグラムでの影響力も絶大で、1投稿あたりの広告収入が963万円にもなるとか。現在インスタグラムのフォロワー数は321万人を超えているそうで、芸能人の中でもトップクラスの人気を誇っているようです。女優業だけでなく SNS での活動でも大きな収入を得ている水川あさみさん、今後もさらに活躍の場を広げていけば年収はもっと上がっていくかもしれませんね。ただお金の面だけでなく女優としてのやりがいや充実感など様々な面で満たされているのが水川あさみさんの魅力だと思います。今後も女優業や監督業など多方面での活躍から目が離せませんね。以上、水川あさみさんについて様々な角度から詳しく見てきました。子供がいないことについては、仕事が忙しすぎることや夫の久保田正孝さんが趣味に夢中になりすぎていることが原因ではないかと言われています。また極秘出産の可能性についてもゼロではないようですね。高城剛さんからの洗脳疑惑については水川あさみさん本人が完全に否定していますが、周囲からは心配の声も上がっているようです。性癖については、久保田正孝さんが羨ましい限りです。そして最後に気になる年収についても調査しました。推定年収は1億円を超えるという驚きの金額で、女優業だけでなく SNS での収入もかなりのものだということが分かりましたね。水川あさみさんについては
まだまだ謎に包まれている部分も多いですが、今後の動向から目が離せません。女優としても、監督としても、そして一人の女性としても、ますます魅力的になっていく水川あさみさんに、これからも注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。